え、現在育休憩中ですが、仕事を復帰せず子育てに専念したいと思っていて、育児をしながら夜は資格取得の勉強中です。カッコボケに行く。えー、子育てが落ち着いたら再就職しようと思っての勉強ですが、周りのワーモーにまだ子供が欲しいのであれば、正社ラインを捨てるなぁとされてます。やはりこの考えは安直ですかいいえ。別に全然問題ないと思うんですよ。何が問題なのかよくわかんないです。あ、えっとですね、あの、 まずよくあるパターンで、あの、自分がやってることを正当化するために、他の人に自分と同じことをやらせようとする人っていうのが、割と多いんですよ、人間。 要は、例えば、あの、なんか、先輩がうさぎ飛びをすると筋トレできるらしいっていうんで、後輩にやらせるみたいな。でも、あの、筋トレするんだったらうさぎ飛びとかやる必要ないよね、みたいなのがあって。なので、あの、正社員で、その、なんか、あの、子育てをやってる人が、自分がやってることが無意味であると思いたくないっていうのがあって、じゃあ、なんで、その、自分がそれやってるかというと、なんか、やめるとキャリアを失ってしまう。だから、だから、その、なんか、自分をその正当化させるために、キャリアを失わないで頑張ってる自分は だからあなたもキャリナーを失わないようにただ働きなさいみたいなことを言ってその自分自身の選択が正しいという風うに従ってるんですよね。で、ぶっちゃけじゃあその専業主婦になりました。子育てしました。で、なんか3年ぐらい子育てして余裕ができてじゃあそろそろ働くかっていう時になって募金資格持ってはい働けるようになりました。で、1年経ったら正社員になりました。もう OK ですさん時にえ、じゃあ私ずっと頑張ってきたも何だったの無駄だったのってなるじゃないですか。それが嫌なのであなたは正社員で続けた方がいいですよっていうのを その人自身のために言ったりする人っているんですよ。